残念ながらそろそろお時間ということでございます。これで最後となりますが、ここでこの方からこれまで映画を応援いただいた皆様に向けてメッセージを頂戴しております。スクリーンにご注目ください。こちらです。うわ先生、先生すごい、ありがとうございます。いい顔してるよ。しかも今日だ。あー、ほんとだ。今日ほやほやですね。ほやほやです。ほかほかだ。ほかほかしてるもんな。だからほかほか二人ともほかほかしてるわ。あら、いい笑顔だね。はい、ということでこちら古田先生からこれまで本作を応援してくださった皆様へメッセージが届きましたということで、せっかくですので村瀬さん代読していただいてもよろしいでしょうか。はい、ゴミ捨て場の決戦、たくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとうございます。先生もありがとうございます。先生も本当にありがとうございます。という素敵なイラスト、そして応援メッセージが届きました。さあ、という激戦を象徴するイラストでしたけれども、まあ、これで本当に最後となりますが、代表して村瀬さんから締めのご挨拶を頂戴できればというふうに思います。はい、皆さん、暑い中お越しいただきまして誠にありがとうございます。そして全国の劇場でご覧くださった皆さんも本当にありがとうございます。僕はもう配給に関わり始めて2013年からなので、だからもう11年でも、まあ、この配給のアニメ自体は10周年で、もうすぐ次のネクストステップで11年という風なんですけれども、こんなに素敵な作品に長く関わらせていただいて、でそれで皆さんもその作品を大好きだっていう思いで見に来てくださってるっていうことが本当にめちゃくちゃ嬉しいし、こちらの力にもなります。またこの映画もね、最後の最後に花江夏樹がね、なんかすごい印象的な感じで出てきましたけど、この続きもできたらいいなっていう思いをやっぱり役者として胸に抱きつつ、今後の展開も皆さんと一緒に楽しみに待っていたいなというふうに思います。そして最後なので、結構配給のイベントではまあ恒例というか、お疲れしたっていうので締めてるんですが、ちょっともう声出しもねできる環境になってるので、皆さんお願いしてもいいですか。お、久々にちょっと練習しますか。ね、これ全国の会場のね、皆さんも、皆さんも一言じゃないから、全然、そんな、そんな、スパルタ、急にスパルタだな。強めだよね、言い方。強かったね、急に。部活じゃないから、ちょっと熱い男。自分ごとにしてねって。出たね。別にそうは思ってないと思うよ。そうだよ。やる気満々だと思うよ、多分。いや、10年間の中で僕も変わっちゃったんですよ。強めの村瀬が出ちゃいました。強めの村瀬が出ちゃいました。まあ、全力でね。はいはい。大丈夫か、つぼっちゃってるって、ゲラのちょっと顔ね、僕がお疲れしたって言ったら皆さんもお疲れしたで返してもらいたいんで、じゃあ一回、まあ、練習しますよ。まあいけると思うんですけどね、いきますよ。お疲れしたお疲れした。ああ、なんかちょっと物足りない、物足りなさそう。物足りないか、やっぱやっぱもっとエネルギー欲しちゃってるんで、もっともっと、もう周りにいる人たちみんな、ここコートだと思ったらコートの内側みんなみんな仲間だから、だからもう、ほうほうほう、逆に声出してないやついる？ダメだこれ、ダメだ、スパルタよくないよくない、声出してください、いきますよ。いや、急に、もう行くの、行くよ、本番本番本番、満足しないまま本番行って大丈夫なのね。いや、満足できなかったから本番頑張った、ね、本番もいけるっていうね、本番はもういけますから、いけるやろうってことね。全国の皆さんも気を抜かないでね、そう、気を抜かないで、そう、自分ごとですよ、そう、部長に怒られるよ、怖いからね、部長はケラなんだよ。いけますか、部長。いけます、いけます。本番でもなんか言えなくなったことあったもんね。笑いすぎて。次回予告言えなくなった時あったもんね。あなたのせいですよ。俺じゃないよ。あなたの悪ガキ。思い出トーク長いって。ほら、やるよ。よし、はい、いきますよ。せーの。お疲れしたお疲れしたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。